共通テスト対策講座始めます。まあ、どういう悩みが皆さんあるのかっていうのがね、知りたい。ああ、期待を盛り鉄みたいに思われてますから。そうそう、Google フォームを使ってっていうのが結構面白かった。だからそう、共通テストやるからに、そのリスニングの方もやりますから。Hello there、始まりました。もり鉄チャンネルです。今回はですね、そうです。タイトルにある通り、たるび共通テスト対策講座始めまーす。ということですね。はい、共通テストの対策。まあ昨日ね、サブチャンネルの方にね、単元別終わるんですけど、今後ね、扱ってほしい細かい単元教えてみたいなのをね、出したんですよ。そしたらね、かなりコメントいっぱい来て、その中にもね、結構あったんですよね。この共通テスト対策やってほしいっていうのがあって、実際、はい、これはやろうと思います。なので、この動画、4月15日水曜日に上がってると思うんですが、まあ今週から収録始めたいなと思ってます。一応ね、まあ、使うのは大学入試センターが出してる思考テストの問題を扱うんですけど、結構ね、やっぱほら、今のところタダ呼びってパワーポイントで表示してるじゃないですか。そのパワー、やっぱそこ知らないですよね。あれパワーポイント使ってやってるんですけど、パワーポイント表示だとやっぱね、うまくいかなくて、その共通テストのね、教材。まあいろいろ試行錯誤して、また PDF の画面を変えながらやっていくっていう感じになると思いますね。それで対応できそうということで、まあいろいろやったんで、試行錯誤して、板書とかページ送りとか大丈夫かなとかっていうのはやったので、次からいよいよ収録に入ろうと思ってます。で、当然英語だけじゃないですから、もう宗先生には伝えてありますから、高橋宗先生にも共通テストのね、試行問題のやつをやってもらう予定ですし、吉野先生にも伝えてありますから、古文ですね、現代文古文っていうのができると。で、長嶋先生には伝えたか伝えてないかわかんないですけど、長嶋先生にも数学ね、やってもらおうと思います。でね、それをやるにあたってどういうことをねやってほしいかっていうのをね聞きたいんですよ。まあどういう悩みが皆さんあるのかっていうのがね知りたいと。でそこを中心に話したいわけですね。まあやっぱり多いのは速読のやり方が分かんないとか、どうやって解いていったらいいのか分かんないとかね、スキャニングって何みたいなのがあったと思うんで、その辺の話をしようと一応は思ってるんですけど、なんかあったら言ってください。こういう悩みがあるんでここを解決してください。やっぱこれが強いよね、 YouTube だから。もうすぐに問いかけてさ、すぐに生の声が聞けて、それを反映して授業ができるので、まあそこが強いところだと思うので、ぜひ教えてもらえればなと思いますね。まあ自分自身あんまりね、いきなり共通テストをやりたくはないんですよ。なんでかっていうと精読できない人たちいる中で、だから速読のやり方とか教えなきゃいけないからですね。まあそのスキミングやスキャニングっていう速読方法ですけど、それについて話すんですけど、やっぱ精読がねできてる人だからこっちにもねいけるっていうのがあるんで、あんまこの精読とか異文解釈的な授業をまだタダ呼びでやってない中でこれをやるのはちょっとあんまりやりたくはないんですけど、でもまあね、背に腹は変えられないというか、もう時間ないって人も多いと思うのでね、早めに対策しなきゃって思ってる人も多いと思うのでやっておきます。でぶっちゃけまあいろんな模試良くなってきてるとは思います。良くなってきてるとは思うけど、やはりちょっと4技能試験を知らない人たちが作ってるなーっていうのはあるんですよ。まあ特にね、外注してるところとか、ね、言っちゃっていいのかわかんないですけど、まあ可愛いとかほら先生たちがね、何も集まってよく練られてるんですけど、ね、若干ね、模試の中には違うぞっていうね、それじゃないよポイントはっていうね、違うよっていうのはね、あったりするんですよ。そこを、あ、やっぱり作ってる側が分かってないんだなって。っていうのはね、見ててあるんですよ、出題とね。そこも4技能試験のマニアじゃないですか。もうだってトイックずっと受け続けて、トイックのね、その本ではトイック型の問題の作る側なんで、よくわかるんですよ。ね、ティープとかさ、GTEC とかさ、じゃあそっか、GTEC はまあ高校だから受けられないけど、GTECCBT とかさ、私高校生にさ、囲まれながら受けてるわけですよ。もうだから、ただ呼び始めたから、これからさ、めっちゃ気づかれるんだろうなと思って、すごい嫌なんですけど、めちゃめちゃ憂鬱なんですけど、ね、英検のやつとかもさ、もう、ああ、期待を盛り鉄みたいに思われてますから。嫌なんですけど、まあ、それでたくさん受けてるので分かるんですよ、そのポイントがね、出題する。だからその辺のことを話そうと思います。ちゃんとね、やっぱ4技能試験をたくさん受けてるからこそ見えてることっていっぱいあるので、そういうのね、いろいろ書いてもらえればいいと思いますので、そこはお願いいたします。
まあ本当ね、昨日はそうやって、あ、やっぱ聞いておくべきだなぁと思いました。その、やっぱりこの視聴者にどういったものがいいかっていうのを聞いておくのは大正解だったなって思いますね。なるほど、そんなの考えたこともなかったっていうのもいっぱい来た。多かったのは動詞の語法をやってほしいっていうので、あ、なるほどなと思った。語法ね。うん、多分だからそれ、なんか別枠でね、何講義か取った方がいいのかなってもので、それは面白いなと思いましたね。あと前置詞とかもね。で、そうそう、Google フォームを使ってっていうのが結構面白かった。そう、僕がね、そのもともと考えていたのは、和訳とか英訳とかあるじゃないですか、作文とか。それをコメント欄にこう書いてもらって、問題出して僕がコメント欄に書いてもらって、で、それを使って、例えばで授業するっていうのを考えてたんですよ。私添削して授業をやるタイプの人間なんで、あ、でコメント欄に書けばいいなって、まあ、ただただそうなんですよ。知っての通りコメント欄って荒れちゃうんで、まあ、知ってますよね。僕のチャンネルでもさ、例えばでもそうですけど、とにかく英語に関して批判する人っていっぱいいるじゃないですか。なんでそこみたいなさ、そんなの批判するみたいな人すごくいっぱいいるんで、だから誰かが書いたらさ、それに対してなんか文句言うとか、上げ足取るとかさ、マウント取るとかやってこられちゃったら書く気がなくなっちゃうから、でそこが心配だなって思ったら、 Google フォーム使えばいいですよとかね、結構案が来たんで、あ、なるほど、 Google フォームを使うとか全く考えてなかったって思って、そういうのはやっぱね、聞いてみるもんだなと思った。そうだから、あとはそっか、コメントを承認制にして表示させないようにするっていうのもありだなって思った。どうなんですかね、その普通のなんかいいアイデアですねとか、こうですねみたいな答えを書いてないコメントは普通に表示して、答えを書いてるやつは表示しない、非表示にして僕が見れるようにしておいて、ね、そうするとなんか間違いを恐れずにコメントできんじゃないかなっていうのがあって、そういうのもね、ありかなと思いますね。すげえ上から目線のコメントとかあるね。イラッとしますけど。で、ああ、やっぱここ苦手なんだなっていうのもある。あの、授業でやるときにやっぱ反応がいいとことか。すでにね、もう上げてるやつ、書いてくるやつとかイラッとするよね。関係代名詞と原型副詞とかやってるわみたいなね。比較の授業とか出してるわみたいなね。これからどんどん出てくるわ。直接和法、間接和法はやらないですね。あの、出題ほとんどないから。刺激動詞とかやってるわみたいな。ただいまの動画見てから言えみたいな。同じ形の反復。富田先生じゃん。このやっぱね、そうそう、省略、統治挿入っていうのがあるんでしょ。まあ、統治に関してはね、その動画でやるとは伝えてありますけど、そうそう、省略とか挿入っていうのは多分ね、他の出題形式の時にね、必要になってくるんで、その時にやると思いますね。あ、多義語とかもね、いろいろ随時、基礎英文法の中にはいくつか入ってたけど、それよりもまあ、もっとね、いろいろとやるとは思いますね。作文が聞きたい。ツイッターの DM で答えは絶対嫌でしょ。嫌だよ。なんでツイッターの DM でボワーってくるの。あ、コロケーションね。あ、そう、なんかライブでこう生放送でやってほしいって言って、そう、機材がね、結構 YouTube って無理なんだよね、それね。結構大変らしいです。カメラとか使って生放送するのってだいぶ大変みたい。本当にやりたいんだけどね。僕の Mac でやるしか今のところできないみたいに言われた。先生文法面白い。トイックもお願いしたいですが、もう腹立たしいよね、トイック講座出してるのに。仮定法と原型不定詞出してるわ。熟語ね、はいはいはい。無生物主語はまあ絶対に読解とかさ、構文で必ず出てくるから、今昔物語とか。インフォーム A of B とかの特殊な構文もやってほしい。全然特殊じゃないんですよ、インフォーム A of B って。会話表現っていうのもね、ちょっと面白いね。これ、会話問題のやつはやると思いますが、コメント拾うのは新しい、タイムラグがとか、いや、生でやるわけじゃないですよ。コミュニティで非公開でコメントとかもあるんだ。あ、語源ね。いずれ何かしらやろうと思いますね。あ、で、だからそう、共通テストやるからに、そのリスニングの方もやりますから、そこでね、いろいろリスニングの話はできるかなと思ってますんで、で、そこも期待していてください。そう、やっぱこういうのができるのが強いよね。あと、これ大きな組織の中にいたらさ、そういうのって何をやるにも許可が必要だったりしてさ、まあほとんどのものが許可も下りないしね。それがもうスッとね、まあ、ある意味ほぼほぼ独断でね、こういう風に下りるっていうのはね、なんと素晴らしいと思ってるので。多分まあ、大門ごとに、大門というか、長文一つずつでやっていくと思います。で、やり方としては、もちろんその答えの出し方っていうのをやりながら、それだけじゃなくて、ちゃんと当然、共通テストだけ受けるって人はほとんどいないんで、だから共通テストの知識もやりながら、
プラスで大学受験に役立つ知識とかっていうのも教えていくと思いますね。ある意味ね、面白いんですよ、僕からするとね。その4技能試験のものと、大学受験で教えてきてるのと、自分の4技能もいっぱい教えてきてるから、英検講座もやったし、GTEC 講座もやったし、TOEIC 講座もやったし、TEEP 講座もやってますね。これみんなやってるから、それらをこう混ぜて教えることができるので、ほんといろんな知識を見せられるっていうのはね、多分面白いんで。まあ唯一無二とまではいかないですけど、やっぱ両方の畑にいる人ってあんまいないので、はじめ社長の畑じゃないですけど、面白いものを見せられるんじゃないかなと思いますね。ちょっと話す速度はどうしようかちょっと悩んでる。そう例えばの今の、ね、基礎講座ってわざとゆっくり喋ってるんで、普段の授業を受けてる人はね、もっとすごい早口だっていうの知ってると思うんで、ちょっと速度少し上げようかどうしようか悩んでますね。だから基礎英文法終わったら多分、ドッと一気に普通の授業に変えようと思うので、話すスピードがゴンと上がるとは思いますが。はい、楽しみにしておいてください。はい、ぜひぜひコメントください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.